札幌市内入るとすごく外の景色が明るくなるというか、まあ、暗いっちゃ暗いんですけれども、でも真っ暗ではないので、何かしらの抑揚がついているというか、アクセントがついているというか、そんな感じがいたします。間もなく新札幌に到着します。ここを過ぎると、次は終着の札幌になります。戻ってきましたというか、今日白石から始めたので今日初札幌駅なんですよ、ね、実は、帯広からだいたい3時間弱やってきまして、なかなかゆっくり休めました、ということで今時間がおおよそ、夜の10時20分ぐらいです。スーパートカチの中で、1時間半以上寝てたので割とすっきりしてるかなという感じですけれども、いかがだったでしょうか。今日朝の本当に7時前に、白石駅、本当はもちろん地元から来てるんですけども、白石駅から出て、それで、こいつを使いました。北海道150年日帰り周遊バス3500円、乗車賃は今日本当にこれだけです。乗車賃はこれだけなんですけれども、それに、白石からまず岩見沢を迎えまして、岩見沢からは、ちょっと待ってね、岩見沢からこちら、旭川まで、特急ライラック、これのグリーン席を使いました。でそこから、ちょっと待ってくださいね、今度改札通らなくちゃいけないん で、そこが旭川から、あそこはあれですね、いい具合にタクシーを使ってパパパッと回れて割と効率よく行けたんじゃないかなと思います。神楽丘公園、それから、そこにある神川離宮、神川神社にある神川離宮の予定地、そして、そこから一気に北口に抜けて旭橋周辺、そして時間ちょっと余ったので買い物公園ちょっと歩いて、天気良かったです。でそこから今度は富良野に向かって、富良野の、駅周辺ぐるぐる回りましたけれども、意外と探すといろんなものがありました。思ったよりなんかあったなという印象です。そして、富良野から今度は、一回東鹿湖へ行って、あそこにもありましたね、石灰石、日鉄工業、東鹿湖工業所
から出る石灰石を中シャリの北連の製糖工場、お砂糖を作る工場でに持っていく、そういう列車があったんだなってそういう知りましたし、そこから代行バス使いまして新徳まで行きましたけれども、JR の駅以外でもあの札幌リゾートに泊まるという、まあ、これは私も知らなかったです、まあ、なんていうこともなかなか知りつつの、新徳から今度は帯広であのパンチョの豚丼数年ぶりにいただきまして、いや美味しかったです。でパンチョの豚丼をいただきまして、でそこから帯広の駅の、南口北口軽く回りまして、でそれから今スーパートカジで、札幌まで戻ってきたという感じです。スーパートカジのちょっと上げるところですね、こちらのスーパートカジ、こちらのステーキに戻ってきて、まあ軽く休めましたし、それから勉強もできましたし、だから3時間特急乗ってて分かったのは、あの休んだ後に軽く勉強ができるという、これはよく分かりました、まあ、勉強しなくてもいいんですけど、まあ、でもしてもいいので、これはすごく良かったです。だからなんか長距離移動するときはやっぱり何かそういうことができればいいなというのはありました。まあ、とにかく今日はメインは、まあ、とにかく、帯広に行って豚丼が食べたかったって、ただそれだけなんです。まあ、ただそれだけの、旅でした今日は。あ、まあ、とか言って別にね、JR の札幌駅から地下鉄の札幌駅来たんですけど、いや別に今日乗らないんですけどね、まあ、ちょっと体があの3時間座りっぱだったんで、少しあのウォーキングでもしてちょっとこうなまったからで何とかしようかなと思う、それだけなんですけれども、まあ、それで今、改札降りて出て、まあ、5分くらいペラペラ喋ってるんですけども、まあ、今日は本当にお付き合いいただきましてありがとうございます。あ、そうそう、札幌駅のこれ、改札の裏あたりって今整備してこんな綺麗になったんですね。ここに何かできるのかな、できないかもしれないですけれども、何かしらあるのかもわからないです。あ、ここでも工事やってますしね。あ、それからコインロッカーはなんか新しくこれ作ったっぽいですね、コインロッカーは。ということで今日もご視聴いただきましてどうもありがとうございます。まあ、なんやかんやまた札幌駅まで戻ってきたんですよ、 JR の方にね。あ、地下から行ってみるか、地下から行きましょう。今日10何時からかな、6時、まあ、7時ぐらいの22時だから、15時間ですか、15時間ぐらいかかりましたけれども、長い旅ありがとうございます。距離にしてだいたい550キロ白石から旭川、旭川、富良野、富良野から帯広、帯広から札幌で、これ550キロぐらいかかりました。ということで今回もご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録、そしていいねボタン、ぜひぜひ、よろしくお願いいたします。ということで、札幌駅のこれは何口だ、また西口かな、西口に戻ってまいりましたけれども、今日はこの辺にしたいと思います。ではご視聴いただきましてありがとうございました。皆さんこんにちは。本日2018年の4月22日の夜なんですけれども、先ほどまで帯広までちょっと遠回りして行って豚丼食べて帰ってきたという、そういう動画のシリーズを上げて、そこの撮影を撮り終わって3分、今札幌駅のこちらの改札までやってきております。もう改札の中に入ったんですけれども、まあ、ちょっといろんなものを見つけたので、まあ、ちょっと別口の動画でも撮ろうかなと思います。まず見つけましたのはこちら、小樽のロケ地散策マップ、アドマチック天国とか、それからブラタモリとかで、まあ、紹介されたというのをいろいろ載っけてるんですけれども、うん、まあいいですよね、小樽運河。あ、でもブラタモリもここやってましたね。あ、ここか、運河の幅が変わる場所、当時の運河を今に伝えてますとか、うん、ですよね、会食街とか、それから旧、日銀の小樽支店だったところ、それから寿司屋街、あの寿司屋通りってありますよね。それから焼き鳥石井さんと金子さんってある、焼き鳥の謎のタレとして話題にやみつきになります、なんですって。これ私もちょっと行ったことないですね。場所としては、南小樽という、あ、この辺ですね、はい、それは天狗山、うん、ここも行ってみたいかなと、うん、それは思います。ブラタモリもこの会食街とか、それから北市ガラスの3号館でレールがあるところ、メルヘン交差点、水天宮、これも行きましたけれども、まあ、前は水天宮とかはね、なんか行って写真撮ってきたのがあるんですけど、冬に2年ぐらいの前の冬だったかな、
でも何かこうこの小樽回りとかやってみると面白いかもしれません。あのうちのチャンネルの動画でも、まあ、いくつか小樽回ってるんですけれども、またちょっとあの暖かくなって雪が溶けてからなので、また何か考えられればなと、まあ、ちょっと考えてみる。もう今度はなんかバス使わないで、やっぱり JR が一番早いんですよね。 JR でスパッと行ってぐるっと回って帰ってくるみたいな、そういうのを考えたいと思います。お隣もありますけども、これやる人いるのかなってあれですけど、光るんですみたいな、そんなところがあります。まあでも小樽はいろいろ回ってみたいですね。まあ、そしてこちらが5番線と6番線、何分だったの、46分発の千歳線のがあったんで、これか、そうですね、あと10分ぐらい、なんか飲み物でも買って上がりましょうかね。ご視聴ありがとうございました。